まあ、ゴーカードは上がんないよね。これ300、チョレギさ、300円。よっさん T シャツは値下げしました。1枚3000円。欲しいから DM で。1枚3000円値下げしたんで。で、3枚セットで7000円値下げしたんで。送料無料で。よろしくお願いします。安いでしょ。でも、びっくりだよ、俺。まあ、知ってる？ドラゴンボール芸人の、ね、二次組キララさんが、俺の自転車欲しいっていう、ね、リプ送ってきたんだよ。ビーデルのドラゴンボール芸人の二次組キララさんが、俺の T シャツが欲しいみたいな。知らない、ドラゴンボール芸人。見てないんだ、ドラゴンボール芸人。お前はあんま知らないんだ、ドラゴンボール芸人。いや、本物で。ただであげてもいいよ、全然。キラーさんがツイートでよっさんの T シャツ来たみたいなやってくれたら、いや、ただであげてもいいよね。いや、すごいよ、ほんの。よっさんの、どうやって買えるんですかっつって。いや、ただであげますよ。もしこれ、一応ね、DM 送ってくれたら、受け付けますよって言うけど、もし、ね、キダラさんから DM が来たら、タダであげるよ。倍名になるか、倍名に。T シャツの原価1080円。見てよ、見ようか、絶対見せようか。これ、法案が出ればって、ほんと。これ、びっくりするのよ、ほんと。いや、本当や、これマジで。どこだっけ？どれだっけ？あったよ、絶対。俺、リブを送ったもん。いいね見た方がいいのかな？ちょっといいね見るか。言ったよね。URL 出してるよね、誰か。全然出てこないんだけど、いいねをやっても。いいねはしたんだよ、俺。いついいねしたっけ、俺。まあでも、本当に、ドラゴンボール芸人の二次組キラーさんが、ね、俺によっさん T シャツを、ね、欲しいって言ったんだよ。ほんと。これほんとなのね。ハッチさん、これほんと。パンちゃん、あんま面白くないじゃん。だってさ、一番俺さ、面白いと思うのが、ビーデルと、
ビーデルと、ナッパとビーデルが面白いの。ほら、見て、これ。ほら。これガチでしょ、ほら、見て。ほら。俺の放送を見てくれてるのかもしれないね。二次組キラーさんね。俺が T シャツが在庫余ってるって言ったら、なんと、どこから購入できますかって。これやばいよね。ドラゴンボール芸人のビーデル。いやー、もう本当か、嬉しいよ。本当。いや、これはでもこれ、ほんわかだから。まあ、DM、一応 DM でって言ったけど、DM 来なかったら、まあ、しょうがないね。そう。女性、もう40超えてんじゃん。40超えじゃない。暗黒リスナー。あ、そうなんだ。暗黒リスナー。キラーさんって。いや、ピッカリ高木面白いじゃん。いや、この前見た？サッカーとかさ、やってんの。マロニエールで。あれ、超面白かったのよ。で、ナッパ面白いでしょ、あれ。いや、俺、ナッパ超好きやねんよ。ピッカリ高木やばいよ。面白すぎるだろ。ボクシングのジムのやつも見たけど。そろそろ、キララさんがマロニエールでまた出てほしいよね。最近ないじゃん。ボーリング大会しかないじゃん。キララさんね。ボーリング大会しか出てないから。ヤムチャはつまんない。逆になんかね、ヤムチャはつまらん。全部対応できる、あのやつはつまんないね。やむちゃん。いや、忘年会は来てくれないでしょ。ケラーさん来てくれんのかな、忘年会誘ったら。歓喜なんだよ、来てくれたら。忘年会来たら。まあ、誘ってもいいけど、来ないでしょ。来ないよ、キラーさん、忘年会やります。来るの？絶対来ないと思う。ダメ元で？ダメ元でも来ないと思うけどな、キラーさん。来るのがね。あ、いた。ああ、氷こぼれた。これ床に氷こぼれたんだけど。
よし、まあ、いっか。これ水ありそう。で、予想発表は、これ何時発送なの？何時発送か、教えてよ。何時発送か、とりあえず。何時発送なの？わかんないね、もう。何時発送か。いや、まだじゃあ、1時間は、まあ1時間弱ぐらいあるのか、まだ。まだいいや、じゃあ。うん。まあじゃあ、一覧1500でいいわ。とりあえず、1500で。いくでよ、1500とか。全然。1500でいいわ、一覧。最終の予想しとけ、ゴミが。お前がな。お前どうせ朝日が当たらないんだから。お前が。うん、俺当たるから。ユイガに薬物疑惑？ああ、なんかあったね。ユイガなんか薬物やってんでしょ、あいつ。うん、ユイガ。ユイガ薬物やってるらしいじゃん。いや、今日は信じていいけど、だから、早く閲覧1500にしたら予想公開するから、閲覧1500でも。閲覧1500で予想公開するんで、よろしくお願いします。ユイが薬物で、まあだから、ろれつ回ってなかったよね。うん、で、ユイガが、ね、記憶喪失して、ね、電話かけるじゃん、警察に。で、それで警察帰ったじゃん。来て。あれ、俺とも一緒だからね。ユイが。ユイがね、ワンチャン捕まる。あ、証拠残ってるから。偽計業務妨害。まさに俺が捕まったことをやってるから、あれは。あれは自分では実践してない、ユイが。あれ、偽計業務妨害だから。で、それがタイムシフト消したじゃん、あれ。証拠隠滅したじゃん。偽計業務妨害だよ、ユイが。お前。うん。で、完全に、もう、自分で呼んで、完全に俺酔っ払って救急車呼んで追い返したから。同じだから。うん。完全に一緒で。うん。まあ、俺が酒飲んでて、ね、酒飲んだからっていう言い訳があったけど、あいつは酒飲んでないでしょ、多分。ね。ただ、閲覧のために、警察呼んだじゃん。酒、あの時酒飲んでたの？映画って。わかんないけど。多分飲んでない。